第一章食物は消化管で血となる血液の質を改善する第二の方法は食事法です毎日口より入る食物が人間の全身を形作っているのですギリシャの伊勢ヒポクラテス BC460-377 も何時の食物を何時の医薬とも医師ともせよと言っています現代栄養学は それなりの貢献をしてきましたが適量のカロリーと糖類タンパク質脂肪ビタミンミネラルをバランスよく取ればよいという程度のことしか解明できていません例えば今の栄養学では卵でも受精卵と未受精卵との違いは受精卵は未受精卵に精子1個のタンパク質が加わったものとしか測定できません未受精卵は 放置すれば腐敗するのに対し受精卵は1個の生命体に発展するわけですからその生命力は天と地ほどの違いがあるはずですしかし今の栄養学ではこの点は全く評価不能です玄米は精白した精白米と胚芽の粉に分けられます今の栄養学では玄米を食べても静白米と胚芽の粉を同時に食べても その栄養価は同じであるとしか言えません。しかし、玄米は発芽して成長し多数の新しい実をつけるのに対し白米と胚芽の粉は混ぜても発芽するはずはなく両者の生命力は比較になりません現代栄養学では生命力を測定し評価する方法論はなくがんを治そうと思えば現代栄養学の知識だけでは頼りないと言えます 現在の医学では消化という現象について根本的な誤解があります。消化とは食物を胃腸の運動と消化酵素でバラバラに糖類、タンパク質、脂肪に分解して吸収し、さらに肝臓で分解、合成、解毒などの代謝を行って全身に栄養として送り出す生理作用と考えています。そのため食物内に 糖類、タンパク質脂肪ビタミンミネラルがバランスよく含まれそのカロリーが適量ならば良いという程度の発想でその質や生命力はあまり問題にしていません千島氏や千島氏の学説を継承した森下氏の解くところでは消化管は造血臓器であり食物の持つ生命力が体の生きた血液細胞に変換している過程が消化であるといえます このために食物の質すなわち食物の生命力は健康に直接関与し影響する重要な因子であることになります東洋医学では食事療法は食用と言われまた移植同源三ツ富士の原則があります移植同源とは食物自体が最高の医薬品であると考える発想です 食事を改善する努力で病気が治れば化学合成品の薬を飲むよりはよほど健康にいいのではないでしょうか。三ツチ富士とは人間自体もフードの産物であり自分が住んでいる土地の近くできた作物をその旬の時期に食するのが一番いいという考え方です。従って外国など気候や風土の異なる土地で栽培された食物は 健康には好ましくないと結論できます。食事がいかに大切かについては、徳川家康の有名な逸話があります。徳川家康があるとき、武田信玄から珍しい食べ物であると、気になる桃を送られました。この桃は、ただの桃ではなく、即成栽培で作られた季節外れの時期に食べられる桃で、当時としては貴重品でした。今では、 春に夏の果物や野菜が出回るなど季節外れの野菜や果物は珍しい商品ではなくなりましたがこの時代では驚くようなことであったと思いますこの桃を見た家康は「気になるものには気になる作用がある」と言って決して口にはしませんでしたこの話を伝え聞いた武田信玄は「 徳川家康に天下を狙う野望があることを見破ったと言われています。戦国時代の武将たちは食うか食われるかの激しい生存競争を繰り広げていました。武将たちは単に戦略や知略に精通しているだけではなく病気にならず健康で長生きすることが生存競争を勝ち抜くために重要でした。まして 天下を狙う武将は病気で早死にしないように日常生活に特別の配慮を払っていたはずです徳川家康は天下を取りましたが軍略や知略は武田信玄や上杉謙信の方が一枚も二枚も上手であったと思います結局家康が天下を取れたのは健康で長生きをしたからです家康の食事はいつも 麦飯を中心とする質素な食事であったと伝えられています武田信玄や上杉謙信がもう少し長生きをしていたら天下は家康には回ってこなかったかもしれません上杉謙信は酒豪でこれが寿命を縮めたと言われています天下取りの競争も食事が運命を決定付けたと言えるかもしれません家康は タイの天ぷらの食べ過ぎで胃腸を壊して亡くなっています天ぷらなどという異国の食べ物を食べ過ぎたのは家康の不覚で多分9割方天下を掌握したので気が緩んでいたのだと思います天ぷらはもともと日本食ではなく西洋料理ですこの逸話などは季節外れの食物は体に良くないということが昔から 生活の知知恵ととししてててられいいたことを示していま,すまた異国の食物や料理法も良いとは言えないという教訓となると思いますがんの食事療法はいくつかの種類がありますがどの食事療法にも共通していることはいわゆる自然食の国際食が中心で肉食は悪いとしている点ですこれから いくつかの代表的ながん治療のための食事療法を示します。マクロビオティック・ゲルソン療法・森下式自然医学療法・高ー式消食療法の4種類で、他の食事療法は、これら次第食事療法のアリューカ分派です。このうち、マクロビオティックと森下式自然医学療法は、指導者が千島学説の腸臓血説を支持しており、内容もよく似ています。 森下式は、千島学説の継承者の森下圭一氏の指導する食事療法です。これらの食事療法は不思議なことに、東洋医学や東洋の宗教が推奨する食事の内容とよく一致しています。また、胃腸内視鏡の専門医の新谷博美先生が最近提唱された、新谷式の食事療法も、がんの予防ないし、治療として有用です。 1970年代増え続ける一方の病気と医療費に悩むアメリカ合衆国政府はこれらを減らす目的で上院議員マクバガンを委員長に特別委員会を設けましたこの委員会ではアメリカ国内はもとよりヨーロッパの医学栄養学の権威も関門され大がかりな調査と研究が7年の歳月と数百億円の費用をかけて行われました 1977年にマクガバン・レポートとして発表された驚くべき内容はまとめると以下の通りですがん・心筋梗塞・脳血管障害をはじめとするアメリカの六大死因の主な原因は誤った食生活にあるよってこれらの疾患は食源病であると言える現代医療は 薬物療法や手術療法といった方面だけに偏っており栄養学には全く関心が払われていなかったこのような医療では病気を治すことはできずアメリカ人の健康状態は低下するばかりである正しい解決策はアメリカ国民の一人一人が事故の責任において誤った食生活を改善することである 西洋医学の最先端に位置しているアメリカでさえ自国民の食生活の不健全さに気づき政府自らがその対策に乗り出していますしかし日本ではまだ食事療法に対する認識が遅れているのが現状です